こんにちは、速稼塾のコブです。返信どうもありがとうございます。お疲れ様でございました。あのまさにねやることなんですよ。で今回返信いただいたじゃないですか。これを動画でなぜしないってことなんですよ。手間はそんなに変わらないと思うんですよ。では確かにね、じゃあ1分の動画を撮れませんかってことをまた言わなければなりません。毎日1分の動画撮れないほど忙しいのかと、菅総理以上に忙しいのかね、そういうことになってくるんですよ。私たちはみんな忙しいような気がするけども、それほど余裕がないわけではないんですよね。私ね、ネットビジネスを始めた頃っていうのは毎日じゃないですけどもね、サイトの量産をしていた、そのアフィリエイト時代っていうのがあるんですけども、トイレにも行かない、お風呂にも入らない、食事もしない、そんなね48時間を何回かやってたんですよ。それはやっぱりね、ぶっ飛んでサイクト構築を100も200もしようかと思ったらね、まあ結局1万ぐらいになったんですけども、1万4000になったんですけども、私もね16時間勤務の店を持っていたんですよね当時。まあね、16時間勤務ですから残り8時間しかないわけじゃないですか。その中に生活の全てを詰め込んで恋愛をして、ね、睡眠もとってってことなんで、いやこの8時間しか使えないんだったらこの8時間でやったことを全部やめないけんなと思ったわけなんですよ。でもそれ毎日やっちゃうと生活壊れますんでね、時に応じてなんですけどね、いや今日はやるかみたいな感じでぶっ込みましたけどね。まあそれをやれってわけじゃないんですよ、やれってわけではないんですけども、やっぱりね、極端な結果を求めるなら、自分の今までやったことないような結果を求めるなら、やったことないような極端な行動をしなければいかないんじゃないかなと思うんですよ。もちろん毎日だとね生活壊れちゃうんで、なんだかんだ言ってやってないなじゃなくて、10日に1日ぐらいはやったなとかね、30日のうち1回だけはやったなぐらいのところから始めていけばいいんじゃないかなと思います。はい、以上ですね。でおまけでちょっと書いてますけども、私はこれに関しましてはね、会員たる我々が売り上げを上げなければこの状況は変わらないっていうふうなことは守備一貫しております。ですので会員たる自分の職責といいますかね、それまでは随分楽させてもらった、そんな時期があったと思うんですよ。何もせずにお金が増える時期っていうのがね。でも状況が変わって何かをしなければお金がね、私たちの口座に入らないってことが今はっきりしてるわけなんで、だから何かをすることにしてるわけですよ。もちろん何かをいろいろやってきた2年間だったんですけども、ほとんど私はねやっただけ金銭的には報われてませんが、ビジネスのセンスは2年間分上がりました、おかげさんで。そう考えたら何もせずにお金だけ増えた時も良かったんですけども、お金は増えていない2年間だったけども、でも、様々な問題解決能力はできましたし、私がこういう活動をやっていく中で多くの方が私のところにねまたね期待をかけてくださったりとか、その中では、速稼塾の商品買ってくださったりとかも出てきたりとかして、副産物として結局は大きな利益を得てるという事実はあります。ですのでね、やれば何かがやっぱり残るんですよ。少なくともやったという事実が自分の中に残り、それは自分の力になると思いますんで、一番良くないのは期待して待つというね、自分以外の誰かに何か新しい潮目が変わるのをただ、風向きが変わるのをただ待つだけというね、それは天気が変わるのを待って傘もささずに出かけるのをためらってる、それとあんまり変わらないような気がするんですよね。はい、ではね、本日は以上でございます。またメッセージよろしくお願いします。